よくぞ聞いてくれた。実は昨日の学士を倒したおかげで封印されし、キーの一部機能が解放されたのだ。新たな力に目覚めし、我の前に者どもひれ伏すがよいわ。わっはっは。マジか、熱いじゃん。敵倒して機能解放なんてちょっと楽しみになってきたぞ。で、何ができるようになったんだ。めっ、じゃあ耳が良くなった。耳が良くなった。うんうん、めっ、じゃあ耳が良くなったの。さすが我が阪神活帰宅部部長、冷静な判断だ。何の役に立つのそれ。説明しよう。めっちゃ良くなったキーの耳は特定のワードを検知することができるのだ。ほう。まあ範囲はこの校舎くらいかな。例えば銀ってワードに耳を澄ませば、この学校中で話されている銀の悪口が聞こえてくるわけだ。なんで悪口限定なんだよ。つまり夢というワードに耳を澄ませば、ぐーんと帰宅部候補を見つけやすくなるってわけ。名付けて、名付けて、地獄耳、いや耳だし、いや聞き耳、あ、名付けて聞き耳。うん、じゃあ早速その聞き耳とやらをやってくれ。キー、お前のこと嫌い。記憶消去パンチ。必殺記憶消去パンチ。リドゥ住人のデータに直接介入し、衝撃でここ数日の記憶を曖昧にする秘技である。なんだか白目向いてるけど大丈夫なの。ちなみにこの新機能はパンドラを倒したことで解放されたものだ。こんなに早く使う機会が訪れるとはな。便利だけど超怖い。嘘はついていないようだな。今のは何？これぞムー君を倒して手に入れた能力。心拍数や発汗量などから二択の質問の嘘を見抜く。嘘発見キーだ。何もしないわけじゃないぞ。ドクトルとクランケを倒したことでキーの新たな能力が解放されたぞ。今回はどんなの？なんというか説明が難しいんだが、リドゥと薄くつながってる感覚があるのだ。なんか今回の能力ピンとこなくない？人の多く集まっている場所とか騒ぎが起きている場所とか、そういうリドゥ上の力の流れを感じられるようになった。それってすごいことなんじゃないの？使えるな。リドゥ上の目立った動きを感知すれば学士に繋がるかもしれない。だろう。学士の大半を倒したおかげで金リドゥの一部にアクセスできるくらいの力を手に入れたということだな。この凄まじい能力、その名も、うん、今回は本当に思いつかない。なんだこれ、むずい。リドゥのシステムに不正侵入してるんだろ。ハッキングでどう？ほー、リュート、なんかちょっと感動してるぞ。キーは確かにリュート君がこういうの付き合うようになったの、お姉さんも感慨深いわ。うるさいな。実はクダンを倒した時に目覚めた力とメタバーセスの力をちょこっと借りて新たな力を手に入れたのだ。メタバーセスに散らばっているリドゥのマスターデータをコピーし構築できるようになった。バカにも分かるように言ってください。崩壊直前のリドゥに戻れる。偽物だけどデータ上再現できてるはずだ。すごくない？すごいだろ。
本当にすごいじゃん。やり残したこととか取り残したものがあれば戻るのもありかもな。ねえねえ、今回の技名は？毎回こっそり楽しみにしてるのよ。マスターキーで行こう。勝手に決めるな。